三崎ゆ太は日本の実業家。北海道札幌市出身。株式会社メディアハーツ創業者。現在は株式会社三崎ホールディングスの代表取締役。北海道北見出身。クラーク記念国際高等学校を卒業後、株式会社メディアハーツを起業する。2014年、美容通信販売事業を開始。2017年、 すっきりフルーツ青汁を2017年10月23日時点で累計1億3000万本販売し、17年9月期の通販売上高は前期比539%増の131億円と増収率ランキング1位となる。主力商品にちなみ青汁王子として故障され、メディアへの露出が多くなる。2019年2月12日、 架空の広告宣伝費を計上し、2年分で約1億8000万円の法人税の支払いを免れた法人税法違反容疑で東京地方検察庁特別捜査部が他2名と共に逮捕し、3月4日に同法違反罪で起訴された。2019年3月、保釈後は SNS を通じ、青汁劇場と称した投稿を多数に行う。焼き鳥屋に転身したり、 彼女に振られた一部始終の様子を公開する等をして反響を呼んだ。2019年7月16日、論告休憩後半で検察側が懲役2年を休憩。弁護側は執行猶予を求めて決心。2019年8月15日、ホストに転身を表明。8月19日から31日の間に指名212組。 約8200万円を売り上げ、業界史上最高記録を打ち立てた。2019年9月5日、東京地方裁判所は、法人税法違反などの罪で、懲役2年執行猶予4年、法人のファビウスに罰金4600万円の有罪判決をそれぞれ言い渡した。2019年9月6日、SNS にて、 脱税額と同じ1億8000万円を食材としてフォロワーに寄付すると発表。発表の意図については、放置国家のもとにある以上、有罪というのであれば受け入れざるを得ない。その食材として国民の皆さんに現金を配布し、社会のために資材を投じる。それが一人でも多くの国民に拡散され、少しでもこの問題を考えるきっかけとなって、 正しい日本の未来へと進んでほしいと答えた。また、自分の訴えを収録した、青汁劇場、報復編という動画を公開。動画の中では、マルサが強制調査に入った、際の国税庁長官が、佐川選久氏であり、森友事件について忘れないでほしいと訴えた。2019年秋、ツイッター上で第49回衆議院議員総選挙に、 NHK から国民を守る党公認候補として立候補を表明した。ありがとうございます。